朝ドラの主役をやってほしい若手俳優ランキング。中川大使、目黒蓮、スノーマンを抑えて1位に選ばれたのは、朝ドラの愛称で親しまれている NHK のドラマ枠、連続テレビ小説。若手俳優の登竜門として知られており、これまでに数多くの若手俳優が同枠で主演を務め、俳優として飛躍を遂げていきましたよね。そこで今回は、 朝ドラで主役をやってほしいと思う若手俳優は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位、メグロレン。2位、中川大使。1位。ならばすべてのランキング結果を見たい方はこちら。3位は、メグロレン。2010年にジャニーズ事務所、ゲンスマイルアップに入所し、ジャニーズ JR、 ゲンジュニアを経て2020年にアイドルグループスノーマンのメンバーとして CD デビューしたメグロレン。俳優としても活動しており、2022年にヒロインの相手役を務めたドラマサイレント、富士テレビ系と朝ドラ舞い上がれ。NHK で俳優としてもブレイク。2023年には、 映画、月の満ち欠けで、第46回日本アカデミー賞の新人俳優賞と優秀助演男優賞をダブル受賞しています。青年月日、1997年2月16日。